皆様こんにちは。共に祈る会パネルディスカッションの時間を始めていきたいと思います。今回は私たちの時代の選択という総テーマで3人の先生方からお話を伺っていきます。それでは最初に一言お祈りをいたします。お祈りいたします。天の神様、私たちの日々の歩みをあなたが支えてくださっていますことを感謝いたします。聖書を通して私たちに光を与え、また祈りを通して私たちと交わってくださるというこの特権を心から感謝いたします。神様、どうぞ今から話し合われる一つ一つのことが私たちの信仰をあなたへと高めていく、そのために本当に大切な時となりますように、助けとなりますようにしてください。感謝してイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アメン。今回のディスカッションのトピックですけれども、先ほども申し上げました通り、私たちの時代の選択ということで、いくつかの質問に対してお答えを聞いていきたいと思っています。もう2020年もあと数ヶ月というところですけれども、まだですね、コロナの状況は続いていますし、戦争のニュースも毎日私たちは目にしています。また物価高なども直接ですね、私たちの生活に影響してきています。さまざまな課題がある日本ですけれども、では私たちそれに対してどうやって日々の選択をしていけばよいのかということを、いくつかの項目に沿って皆さんで話し合っていきたいと思います。いろんな問題を解決することはできないかもしれませんが、日々私たちは選択することはできるということで、私たちの時代の選択というテーマでお話を、これから進めていきたいと思います。では今回ですね、パネルディスカッションの司会をいたします。私から自己紹介いたします。産育学院カレッジ進学科で教員をしております長谷川と申します。では今日のパネルの先生方にも自己紹介をお願いしていきたいと思います。では皆様の右側からですね、島田先生からお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。昨年まで日本教団の総理をしておりまして、現在は広島産育学院の学院長、そしてまた沖縄の方で開拓伝道に携わっております、島田真澄と申します。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。日本教団総理の稲田豊です。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。産育学院大学カレッジの学長校長をしております杉正純と申します。よろしくお願いいたします。先生方、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速ですね、質問項目に入っていきたいと思います。今回は選択ということで、先ほどもお伝えしました通り、いくつかの項目ですね、ディスカッションのトピックとして与えられています。では質問の一つ目から早速入っていきたいと思います。私たちのアドベンチストの聖書の理解では、私たちには選択の自由が与えられていると。で、大総統ということを考えても、この選択の自由があるという前提なしには考えられないわけですけれども、ではですね、実際に選択の自由が与えられている中で、では、それに対して何か個人的な体験ですね、選択の自由と神様の愛という少し大きなテーマにはなるんですけれども、個人的な体験や聖書から何か、洞察があれば、それについて少しお話を伺っていきたいと思います。この質問は最初は島田先生にですね、伺っていきたいと思うんですけれども、選択の自由と神の私たちへの深い愛の、関係についてですね、個人的にあるいは聖書からですね、お話伺えますでしょうか。はい、人間に与えられている選択の自由、その最たるところはまさに神の愛を受け取るか否かという選びの問題だと思うんですね。で、神様が本当に私たち一人一人を愛してくださっているというその事実を私たちが選ぶことができるかどうか、信じることができるかどうか、それが最大の課題だろうと思うんです。で、どんな時に人間はそれを選び取ることができるかというと、人生におけるこう平和な時とか豊かな時
ってなかなかそこに思いが至らないのではないかと思うんですね。まあ、日本がそのいい例だと思うんですけど、一般的には外見的には、平和でそして豊かだと言われている生活の中で、神が自分を本当に愛しているかどうか、それを選ぶような機会がなかなかない、うん、ところが人生の危機を経験したときに、そして神の愛を伝え知ったときに、聞いたときにですね、あ、これを受け取るべきだかどうかということを考え始めるような気がします。でまさにこの週末の時に、いろいろな問題の中で多くの日本人は、それほど深く意識しなくても人生の危機というのを少しずつ感じ始めているのではないかと思うんですね。不安感、孤独感、これからどうなっていくんだろうという実存不安、そういう中で、まあ、教会として私たちが本当に神の愛を伝えて、そしてそれを示された時に、あ、この神の愛を受け取るべきかということをですね、真剣に考え始めるのではないかと思います。まあ、そういう意味で私も振り返ってみるとそうなんですけれども、本当に神様の愛を受け取った時というのは、信じた時というのは、何も問題がない時ではなくて、いろいろな問題の中に押しつぶされそうな経験の中で神の愛を信じ受け取ってきた、まあ、そんな経験があるものですから、そのような今多くの日本人が直面している中で、また世界の人々が直面している中で、この選択の自由が真摯に問われている時代が来たかなと思います。まあ、聖書の中で言うと、まあ、いろんな例を思い出すんですけれども、ベテスダの池のほとりで38年間池が動くのを待っていた男、あの男はもうこのままの人生だったら希望がないという絶望的な状況の中で、キリストが向こうから歩み寄ってこられて、彼に治りたいのかと尋ねる。当然治りたいんですけれども、このお方がその力を持って愛を持って今自分に語りかけてくださっているということをした時、彼の人生に大きな転換が生じたわけです。同じように今多くの人々が神様の愛の言葉、治りたいのかということを待っているような気がします。で、教会は、神はまさにあなたを助けたい、あなたを愛しておられる、あなたを救いたい、そう願っておられるんだということを伝えていかなければならないような、そんな時代が今来ているような気がします。この時代、本当に多くの人々にとってこの選択の自由という問題が神の愛の御手の中で、問われている、そんな時が来たのではないかと、まあ、そんな気がいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。それを受けて、では稲田先生、いかがですか。はい、そうですね、まあ、島田先生が今おっしゃった通り、あの危機っていうのはですね、それは本当に選択の時なんだと。そこでこそ神様が我々にですね、選択を迫っておられるんだっていうのは本当にその通りだなと思いました。まあ、私はこの選択ということを聞いた時にですね、創世記3章の、まあ、エヴァの、あれ最初の選択かもしれないですよね、ひょっとしたら。まあ、それが大失敗しちゃうわけですけれども、あの選択のあれっていうのはまさに危機、あれ悪魔から来てるんですよね。私思いますけれども、やっぱり悪魔の存在、悪の存在っていうのが本当にこれは実際あるんだと。で、これは悪の誘惑っていうのはリアルに来るんだということ、これに気づく、これを意識するっていうことは大事なことかなと思います。一方ではですね、そこから我々を何とか救いたいというですね、神様からの愛の語りかけ、そして手を差し伸べられている、まあ、そのことにですね、このやっぱり私たちは目が開かれていくんじゃないかなというふうに、感じました。ありがとうございます。2人ともキーワードとしては、まあ、危機の時にっていうことがあると思うんですけれども、でもエヴァの場合を考えると、何かパンデミックとか戦争とかそういう大きな危機というわけではなくて、本当に日常生活というか、っていうところで現れる危機っていうのもあるんだなっていうことかなと思います。ありがとうございます。杉先生、いかがですか。はい、私もですね、先ほど島田先生が冒頭でお話してくださいました、その、愛に応えていくというところで言うとですね、
自分自身がこの信仰生活を続けていく中で、聖書の中で言うとザーカイの飯の時の話をですね、先ほど少し思い出していました。このザーカイというのは主税人で、なんとなく神様のイエス・キリストという存在が気になっていた。でもそれを遠巻きでしか感じることができない。なんとなくこっそり愛に触れてみようかな、うん、そこにですねイエス・キリストがストレートにザーカイを降りておいでと、今このコロナ禍においてですね、私たち本当に悩んでる人の中にドアを叩いていくのっていうのが本当に難しい時代になっている。で、なんとなく私は愛に飢えている、本当の愛を知らない、愛なんてあるんだろうか、まあ、こういうようなですね不安や悩みの中にいる人っていうのは本当に多いんだと思います。その中でイエス・キリストはザーカイを降りておいで、杉よ私に従っておいで、このメッセージに本当に触れることができたということは私自身は本当に大きな支えでありまして、ぜひですねこういう愛が冷めた時代であるこそ、私たちは愛を語りながら必要としている魂のところにメッセージが伝わるように努力していかなきゃいけないのかな、そんなふうに思いました。ありがとうございます。もう少しこの選択というテーマですね、広げていきたいんですけれども、選択するためにはもちろんその選択のタイミングが与えられるという機器というのも大切だと思うんですけれども、同時にその選択をするための根拠というのも大切になってくるんじゃないかなと思います。で、神様は私たちにその選択するための根拠というのをたくさん与えてくださっているんですけれども、やはりその中で最大のものが聖書であるかなと。またアドベンチストは特にレン・ホワイトの予言の働きというものもその神様を選ぶための根拠として与えられているわけですけれども、先生方ですね、何かこう聖書であったりまたエレン・ホワイトの書物を通して、体験したですね、この、自分が選択するということに関して、印象に残っていることであったり、あるいはその聖書証の文が私たちの生活の中で神様の意思を表していくためにどのように役に立つのかということですね、ちょっと伺っていければと思います。でここは杉先生からよろしいですか。はい、そうですね、私自身こう日々この信仰生活を続けていく中で、先ほど稲田先生もおっしゃられてましたけれども、常にサタンの攻撃っていうのに直視している、そんな時代に生きているような気がします。自分自身が朝真剣に祈り、神様の御旨をにすがってですね一日を始めたにもかかわらず、その数時間後にさまざまな難題であったり課題が飛び込んでくる。その中で己の知識に頼ることによってですね、ああこういう選択をしなければいけないよ、したことを後悔するな、そんな局面が多々あるような気がしています。まあ、その中でですね、私自身が感じるのは聖書の、フィリピの2章の12節からですけれども、だから私の愛する人たち、いつも従順であったように、私が共にいる時ではなくいない今はなおさら従順でいて、恐れおののきつつ自分の救いを達成するように努めなさい、こんなふうに書いてあるんです。で、神様は導いてくださるけれども、そこに至るために願い求める、もしくは救いを達成するように努めなさいと、こういうふうに言っています。いわゆる、選択の自由というのは受け入れた後私たちがどういうふうに行動していくのか、どの御言葉に従って、毎日を進んでいくのかというところはですね、やはり
私たちの選択なんだろうと思っているんです。で、何事も不平や理屈を言わずに行いなさい、まあ、そんなふうにも言っていて、時にいろいろ不平やですね理屈を言う自分がいたりします。ただ選択をする中で言えばですね、本当に神様に従う中でへり下って身旨に任せてですね、あの日々の生活をする大事さっていうのをちょっと感じています。何か朝与えられた御言葉に少し、まあ、反抗じゃないですけれどもしたくなることはありますか？こういう聖句、これちょっと心に来るなみたいなこと先生ありますか？私はですね、終わった後に聖句が出てくるんです、ね、選択した後に、あ、この聖句があった、あ、なるほど、そういうことはよく感じます。ありがとうございます。ありがとうございます、はい。では次、島野先生いかがですか？このそうですね、選択ということに関してでも、はい、まあ、あの御言葉によってですね、はい、多分あのここにいる全員ともアドベンチストの2世3世もう子供の頃から聖書のことはよく知って育っている者たちだと思うんですけど、で私も選択っていう時考えことを考えた時にですね、やっぱりキリストの祈りを思い出すんですね、うん、あのゲッセマネの有名な祈りです。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心のままに行ってください、うん、で何かを選ぶ時に私はどうしてもこの世界に帰っていくわけです。私の願いではなくて、うん、あなたの御心だけがなりますようにって、うん、で自分ではこう行きたいっていう道が確かにあるんですが、この私の願いではなくて神様、あなたの計画を、あなたの御心をただ成してくださいって、でこれはもう祈るしかない、うん、で祈って祈って最終的にお委ねして開かれた道を行く、まあ、それがなんか子供の頃から身についてしまったこのなんていうんですかね、悲しい差がじゃなくて逆ですね、きっとあの聖なる差かもしれませんけれども、まあそういう祈りを捧げるまあ習慣がまあみんな私たちにはついてるんではないかと思うんですね。でその祈りを祈ることができるという幸いをまあ感謝していきたいなと思っています。なるほど、なので先生ありがとうございます。先生も何か同じように聖句を、まあ、これが神様の御心だって分かってもちょっとなんか従いたくないなっていう、ああそういうのありますよね、いっぱいね。従いたくないなって思いはあったとしても、まあ、最終的にはあの従いたくないっていう自我っていうのに気がついてるので、これを神様砕いてください、うん、っていうか、うん、本当にあなたの御心だけを生きるものとさせてくださいっていう、うん、まあ、その葛藤の祈りっていうのはしばしばあります、うん、はい、じゃあ聖書があってなんかすぐ答えがポッと与えられるだけではなくて、そこでやっぱり葛藤があったりする、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。野先生いかがですか？そうですね、なんか今反抗の話をね、あの長谷川先生やたら聞いてますけどあの反抗っていうのか分かんないですけどもね、もう反感を読んだ時に覚えるってのはありますよね、聖書見てうーんみたいなですね、これどう捉えたらいいんだみたいな、あのところってのは正直あるじゃないですか。あのそれはあの証の書でもですねありますよね、もう嫌だなこんなのっていうのはね。でもなんかですね、この時と場っていうのがやっぱりあるんであって、あんなに嫌がってた言葉がストーンと心に入ってくる時っていうのもやっぱりあるわけなんですよ。ああなんだろうこの違いはっていうぐらいですね、まあ、そういう時を大体まあ危機にある時だと思うんですけれども、でもその時と場っていうのはいつ来るか分かんないから、やっぱり我々はあのやっぱ通読っていう昔からの習慣は本当に大事だと思うんです。で聖書通読もとにかく決められた通り読む、そんな機械的に読んでるだけじゃあの祝福になりませんよなんていう方もいますけど、私は続けることが大事だと思います。まあ例えば
まあ、最近私通読してるところが四式だったんですね。で、四式の後半ってはっきり言って読んでてね、なんか気持ち悪くなってくるんですよ。もう嫌だなって思ってですね、王がいなくてみんな勝手にやってたみたいなところで終わって、うんうんうん、なんか四式読んでて救いがないなと思って、次にルツキでしょ、うん、ルツキに入った途端にもうなんかパーッとね、なんか新しい光が差してきたような感じで、あ、やっぱり聖書って続けて読んでいくもんなんだなっていうことを最近また感じましたね。なるほど、ありがとうございます。そうするとなんか自分の好きな聖句を集めてっていうのも大事だけれども、うん、それだけではなくて、うん、もっと普段読まないようなところを読む習慣が大切っていうことですかね、うん、そうですね。やっぱりついつい偏食になっちゃう可能性がありますよね。確かにそうですね、うん、ありがとうございます。教団でも、通読支援の表であったり、あと証の文の、通読の、なんていうんですかね、表というかありますね、あったかなと思います、うん、ありがとうございます。はい、そうですね、聖書を読む、証の文を読むっていうところと、もう少しですね、ただ読むだけではなく、それで頭で理解して終わりになってしまうんですけれども、やはりそこで聖霊の働きがあって私たちの心が変えられていくっていうことが実際起こると思います。で、同じ聖句を見ても最初は何も感じなかったけれども、次見た時には悔い改めさせられるっていうような時には、やっぱりその2回目読んだ時には聖霊が働かれていたっていうことだと思うんですけれども、そうですね、ちょっとそのあたりですね、選択における聖霊の役割ということについて、少しお話を伺っていきたいと思います。聖書の中でも、サムソンであったりサウルであったりですね、もう登場人物みんなだと思いますけれども、どこかでは聖霊の呼びかけを、受けてそれに応えてっていうことをしているわけですけれども、選択における聖霊の役割ですね、じゃあ稲田先生からよろしいですか。そうですね、サムソンとサウルの例がね、設問の中に出てましたけれども、本当に、サウル王の悲劇的な最後なんかを考えるとですね、あれほど素晴らしい出発をした人がどうしてっていうふうな思いにどうしてもなってしまうんですけれども、これサムソンってのサムソンは逆に弱さの中で神様に立ち返っていったわけじゃないですか、サウルにもサウル王様にもですね、立ち返るチャンスって与えられたと思うんですけれども、サムソンが本当にもうなんていうんですか、もう無敵を誇った頃はですね、彼は怖いものなんかなかったし、もう周囲の人との関係なんて彼にとっては何のもう何て言うんですか、大した重きもない、ものだったと思うんですけど、でも弱さの中でむしろ周りの人とのですね、関わりの中で彼はようやく自分自身に目覚めていったわけですけれども、サウル王様ってのは多分権力の地位についてどこかでやっぱり自分を見失っていっちゃったんだと思うんですね。その人と人との関係の中で自分を見出すっていうことを忘れていったんじゃないかなっていうふうにちょっと私感じたんです、ですから私たちもやっぱりこの自己完結しちゃってる信仰じゃなくて、兄弟姉妹との交わりの中で、兄弟姉妹との交わりの中っていろいろ嫌なこともあるわけじゃないですか、面倒なことも。でもその中で私たちは自分を見出し、そしてそこで、神様からの語りかけも見出していくのかなって、ちょっとそんなことを思いました。なるほど、ありがとうございます。そうですね、ちょっと一人自己完結してしまわないっていうところをですね、ありがとうございます。神様は教会、聖霊を教会に送られて、で、教会が私たちの選択をサポートする、そういう、ところになっていくということだと思います。ありがとうございます。杉先生いかがですか。少し広い質問ですけれども、聖霊と選択というところで、私自身ですね、今三育教育の、現場にいて日々感じることがあるんですけれども、先日信仰を共にする先輩からこのような証をですね、二人でしたんです。
この私たちが日々献身して学生と向き合っている時にですね、時に自分の能力のなさ、無力さっていうのをですね、とことんどん底まで感じさせられることがあるんです。己の力ではどうしようもないっていうところまでこう叩きのめされた時に、実は聖霊の働きがぐーっと入ってきてですね、こういかに自分の知識が浅はかであったか、人間のその能力を超えた中でやはり神様の御旨にすがる重要性っていうのをちょっと感じたんですね。で、時にその世のリーダーっていうのは己の知識に頼り、経験によってですね、物事を判断する結果がサウルの最後であったり、サウル王の最後であったり、また逆にサムソンという能力のあった人間が罪の果てにとことん無力になり、そこから最後に聖霊の働きがある、まあ、こういう中ではですね、やはり私たちが日々の中で聖霊の御臨在っていうものを感じ取る場面っていうのが、まあ、こういう場面っていうのが必要なのかな、日々の中で必要なんじゃないかな、そんなふうにちょっと最近感じております。ありがとうございます。お話を伺っていて、イエス様の試練の場面を思い出したんですけれども、聖霊が荒野に導かれたというふうに聖書に書いてあることを考えると、私たちと交わるためにあえてそういうところに送り込まれるということもあるのかなということを少しですね伺っていて感じました。島田先生いかがですか。そうですね、聖霊がどう働くかっていうのはなかなか難しいことで、まあ、一人一人多分経験が違うんだろうと思うんですけれども、何かを選ぶときに聖霊が働いた、でこれ私は個人的にはですね3回今まで経験してるんですね、自分の記憶になるある限りですね。で一つ目は10代の頃に本当にこの聖書の神を信じるかどうかということで悩んでいたことがあります。先ほど言ったようにアドベンチストの家庭に生まれたので、クリスチャンになることとかアドベンチストになることとか、いわばこう敷かれたレールの上を走るようで、それでいいんだろうかっていう疑問が自分の中に非常に強くてですね、10代の頃っていうのは、クラスをサボって、聖書を持ってどっかで、自然の中でこう読んでぼーっとしてるという生活が続いた日々があったんですよ。で、ある時いつものようにクラスをサボっていつもねこんなこと話したっていいのかなギリギリかもしれないですけど聖書一冊持って、昔のキャンパスの近くにガリラヤ湖というですね、ガリラヤ湖じゃないこれ汚水湖の方かなどっちか湖があって、そこのほとりでですね駄菓子屋さんで古びたアンパン一つ買ってきて、それをかじりながら聖書をむさぼり読んでいて、でもう天を仰いではため息ついて、神様いるんですか、いるんだったら教えてください、必死の祈りをこう続けていたんですね。で、ある日同じようなことをしてたら、ストンと心の中に神はいるっていう確信が入ったんです。これ本当に説明のつかない確信なんですけれども、聖書の神はいるって、神は生きている。で、その確信が入った時に心が本当に晴れやかに晴れ渡ったんですね。で、それが要は私の信仰の原点です、そしてまた次はね、これそれこそ選ばなければいけない、第一の選びっていうのはその一人一人が信仰信条の選びをしなきゃいけないって言いますよね。で、二つ目は結婚の選びですよね。誰と生きていくのかって。で、これも今の家内を父から紹介されて、でこの人と結婚するのかどうかって、もう聖書を読んで私3日間必死に祈りました。3キロ痩せましたけど、食べてなかったわけじゃないですよ、食べてて祈ってて痩せたんです。ああいう経験は初めてだったんですが、で、その日もその3日目
その日に彼女に会って答えを出さなきゃいけないっていう時に必死に祈ってたらストンってまた確信が入った。で、彼女を選ぶことは私を選ぶことだって、彼女を拒否することは私を拒否することだ。これも本当に不思議な確信だった。で、その日は1月1日元旦礼拝に行く途中にその思いが入って、私は元旦礼拝に行かないでやっぱり森の中に入って本当ですか神様って祈った。で、そういう精霊の導きっていうのをちょっと先ほど言った3回経験してまして、まあ神様はいろんな方法で一人一人にあの選択の確信を精霊を通して与えてくださるだろうと思うんですけど、私の中にはそういう原体験が3つあるんですね。で、まあそういう中で確かに神様は生きて私たちを確信へと、選びの確信へと導いてくださるということは言えるのではないかと個人的には思っています。はい、ありがとうございます。やっぱりそのなんだろう、あの授業をサボって聖書を読むっていうところであったり簡単礼拝に行くところを、まあ、サボってなのか分かんないですけども、自分で聖書を読んでっていうような感じで、やっぱりこうなんかルーティンでやってるような信仰、ルーティンで信仰生活をするというか、なんか流れでするのではなくて自分から求めるっていう時に絶対答えてくださるっていうことなのかなということをですね、伺っていて思いました。あのだからといって先生今サボることを奨励なさってるわけじゃないっていうのも一応あの中高生が見ているかもしれないの で, です、ね、あの小学生もですね、そこは真似しない方がいいですかね。ああいう風にしたら島田先生になれるんだと思いました。その辺はあの、保護者の方がですね、きちんと説明していただくという形で、先生方ありがとうございます。ちょっとここまでの質問がどちらかというとあの個人的な内容のものがだったんですけれども、ここからですね少し、冒頭でも少しお話ししたんですけれども、まあ、今の、まあ、個人の生活であったり教会であったりというところを少し離れて社会の中でさまざまな課題がありますと、現時点であれば、コロナのことであったり、ウクライナの戦争のことであったりというところがあるんですけれども、あの目につく部分としてはですね、それ以外にもあの様々な課題が社会にあるという中 で,、であの私たちにとってですね、私たちの、まあ、教会であったり、信仰にとって一番、まあ、大きな挑戦になっているものですねっていうものが、あると思います。で、それは先生方はですねお一人お一人でお考えも違うと思うんですけれども、ちょっとそのあたりを、伺っていきたいと思います。まあ危機、選択にとって危機が大切というところなんですけれども、じゃあその危機の中身はどういうところなのかということを、伺っていきたいと思います。で、ここは杉先生からよろしいですか。はい、お願いします。あの私たち今ですね、情報社会という中で先ほども選択の自由というのがありましたけれども、インターネットを通じてさまざまな情報というのがこの世の中にどんどん出てきているんですね。毎日あらゆるニュースがあり、またツイッターだったり新しいソーシャルメディアっていう中で世界中の人々が自由つぶやいている、その中でこの私たちが本当にこの情報が錯綜している中で何をが正しいメッセージなのか、何が間違っているのか、こういうことにですね本当に惑わされる時代に生きているなというふうに感じます。あのトランプ大統領がですねフェイクニュースっていう、まあ、こういう単語を使い始めたわけですけれども、このお前の言ってることは間違っているんだというような言い切りであったり、あたかも何も意識しないんですね、つぶやいていることがあたかも真理であるがごとく語られているようなもの、こういうものというのが多いわけですね。特に今の青年の人たちはもうテレビではなく、この、携帯電話の中にある情報で
物事を選択している、もしくはグループを作っている、そういう中で言うと、私たちは本当に正しいメッセージをこの聖書から人にどうやって伝えていくのか、ここが一番試される時だというふうに思っています。とりわけ私たちのアドベンチストのメッセージっていうのは再臨ですよね、イエス・キリストを受け入れて再臨を待ち望んでいる、もう一つは安息日を遵守していく、どうやって私たちがこの安息日を聖として礼拝を学っているのか、この2つのメッセージを正しく正確に伝える、これがですね、本当に今のこの情報社会の中で難しくなってるな、そんなことをちょっと感じました。ありがとうございます。何か権威のあるところが正しいと言っただけではなかなか伝わらないというところがあるのかなと思うんですけれども、稲田先生いかがですか、そのことに関してでも、あるいは他のことでも。そうですね、今情報の問題ですね、危機っていろんな側面から分析できるんだろうと思うんですけれども、情報って側面からするとですね、コロナで私たちいろんな分断を経験したわけですけれども、同時にですね、コロナのことによってつながることの価値っていうものを見出した面もあると思うんですね、そしてまたもう一つ気づいたのは、多分こうコロナ以前にもこの分断っていうのは、社会の分断っていうのは相当も進んじゃってたんだということもですね、明らかになったように思うんです。なのでインターネットがですね、オープンにされて、みんなに自由にですね、使えるようになった時にですね、その運動を主導した人たちがですね、これからは本当にみんなが発言できて、もういろんな情報が共有されて、私たちはこの大きなグローバルビレッジになっていくんだというようなですね、そういう理想を語ってたのを私覚えてるんですね。ところがですね、実際に起こったことは、みんながそれぞれの、傾向やそれぞれのですね、同じ考えを集まる人を抱いた人たちが集まって、それぞれのタコツボのようなですね、ビレッジをいっぱい作っていく、そしてそれ以外の、ビレッジにいる人たちはもう頭からもうないものとして扱う、否定していくというようなことがですね、起こっちゃって、これは相当深刻なんだなっていうふうに思うんです。ただ私たち教会っていうのはですね、いろんな人たちがいて、で普通だったら一緒でない人たちが、ただイエス様の名によって集まってるんですよね、これってすごいことなんだなと逆に思ったんです。でこれからの時代ですね、ただイエスの名によって私たちが集められて一つになる、そして特に私たちアドベンティストの場合はイエス・キリストの再臨という希望においてですね、一つになる、いろんな考えが違う、イエス様の十二弟子みたいなもんですよね、本当に政治的なあれもバラバラ、それがこう一つにされていく、そのことは世の中に大きな証になっていくんじゃないかなって期待しています。なるほど、ありがとうございます。分断が進んでるからこそつながってるっていうところが良い証になっていくっていうことですかね、ありがとうございます。そうですね、じゃあ下田先生、課題が何かというところというよりは、課題に対して、教会が、どういうふうに対応しているのかというところをですね、少し伺っていきたいんですけれども、いかがですか。はい、先ほど言われたパンデミックの問題、そして戦争の問題、そして今もう世界中のあちこちで災害ですね、パキスタンは3分の1ですか、水浸しになったり、今タイの方でも今大変な状況になっているみたいですけれども、で、幸いに私たちは聖書を読んで、このまさに終末を迎えたこの時に何を伝えなきゃいけないのか、どういうことを私たち考えなきゃいけないかってことははっきりと示されていると思うんですね、で終わりの時に備えるって言った時に、こういう危機的な状況がこれから、こういうことが起こりますよ、ああいうことが起こりますよということを人々に煽って恐怖心をこうなんていうんですか、生まれさせるということは私たちの教会の使命ではないと私は思っているんですね。
で、私たちが伝えなきゃいけないこと、私たちが人々に備えさせなければならないことは何かというと、先ほどから出たイエス・キリストに会う備えをせよ、うん、ということ、この一点に尽きると思ってるんです、うん、キリストに会う備え、うん、それ抜きに世の終わりのあらゆるこう危機を出来事を恐れたところで救いはないですね。でキリストに会う備えをする、うん、そのメッセージを私たちは正しく語っていくことが今この時代教会がなすべき務め使命かなというふうに私は思っています。まあ、いろんな情報の中で人々が不安になっていく、ある時は恐れを抱く、でも最終的には救い主であるイエス・キリストがこの罪の世界を終わらせるために天からもうひとたびこの地に降臨してくださる、再臨してくださるという希望のメッセージを私たちは今こそ声大きく、伝えていく必要があるのではないか、まあ、そのような気がいたします。ありがとうございます。そう考えるとキリスト抜きに再臨のメッセージを語ってしまうこともあり得るっていうことですね。そうですね、はい、よくクライシスを伝えるのか、うん、クライストキリストを伝えるのかっていうふうに言われますけれども、もうある人たちはもうクライシスを一生懸命、これからこんなことが起こる、あんなことが起こるって、伝えることに非常にこう喜びを覚えるんですけれども、でも本当のアドベンチストはまさにアドベンチスト、イエス・キリストを迎えるその喜び希望を伝えていく、まあ、そういうことが大切なんじゃないかなと思います、うん、はい、ありがとうございます。そうですね、今お話にも少し出たんですけれども、コロナが流行ってから、その分断の一つの、まあ、例というか形として集まっての集会ができなくなったということを、うんうん、私たちは、もうここ始まってからですねずっと経験してきているわけですけれども、逆にですね礼拝の大切さというところにも思いを馳せる、うん、機会にもなっているかなと思います。ただ集まるだけではなくて、じゃあ礼拝って一体何だったんだろうということをもう一度ですね再考する機会にもなってきたかなと思うんですけれども、まあ、実際に、対面での礼拝があってオンラインでの礼拝があってということをもう私たち、まあ、これもオンラインで皆様ご覧になっているわけですけれども、今まで経験してきている中で何かこう礼拝の大切さについて先生方が感じられたこと思われたことあるいは聖書からですね、原則を見出されたことなどあれば伺っていければなというふうに、思っています。そうですね、ここは稲田先生からいかがですか。そうですね、本当オンラインがね一般的になって教会もクローズになってまあなんていうんですか、それもねいろいろこう選択できるわけですよね、うん、ああこの教会はこの先生だからこれにしようとかですね、うん、あこっちはやめたとかですね、そういうこう選択ができるようになって、まあね、オンラインショッピングみたいにこう説教も買える、お金払うわけじゃないけども、うん、チャーチショッピングみたいなことができちゃう時代になっちゃったわけですよ。でもそれで私たちの信仰がそこでそれでこの十分養われて完結されるかっていうとそれは絶対ないですよね、うん、で多分私は楽観的なんですけど多くの兄弟姉妹たちがそれにまた気づき始めたと思うんですよ。結局ねただ座ってうちにいて聞いてるだけだったらこれ肉体的にもねただうちにこもって食べてるばっかりじゃ栄養過多になっちゃうように、うん、霊的にもね栄養過多になっちゃってね、うん、やっぱそこはお互いに兄弟姉妹たちと会ってそしてそこでお互いに使い合いまたいろいろですねそこで生徒の交わりっていうものを実践していく、うん、そういう教会の姿っていうものの価値それは私たち再確認しているところだと思いますし、うん、多くの兄弟姉妹たちもそのことを再確認していただいてるんじゃないかなとそう信じております、うん、なるほど、ありがとうございます。先生がさっきおっしゃっていたこの普通なら一緒にならない人が一緒になるっていうのが、うん、オンラインだと体験できないっていうことになります、ね、うん、そうですね、本当そうですね、ありがとうございます。杉先生いかがですか。そうですね、
私もですね、まさに今終わりの時代というところの議論を深めながら、一方で私たちがどうやってこのイエス・キリストの再臨を迎える準備をするのかというところで言うとですね、やはりこのイエス・キリストの十字架にかかる前のこの最後の晩餐の出来事っていうのをちょっと今思い出したんですね。本当に我々がその最後の時を迎える時に、イエス・キリストもまた弟子を呼び、足を共に洗い、そしてパンを裂き、またそこでブドウジュースを飲んでいくと、まさに交わりの時間がこの最後の時に必要な時間であり、まあ機会なのかな、そんなふうに感じました。やはりこの足を洗うこの宣誓の式っていうのは、今瞬間的にはできないことですけれども、やはり私に従ってくださいと言われたイエス・キリストの愛に触れるこのメッセージの中で言うと、やはり大事な交わりだと思いますし、我々がクリスチャンとしてですね、アドベンチストの信仰を持った人たちが2人もしくは3人集まったところで祈り合う、このメッセージっていうのは終わりの時代であればあるこそ大事な交わりの時間かな、そんなふうに感じました。ありがとうございます。なかなかオンラインは情報伝達は得意だと思うんですけれども、具体的にこう、まあ、奉仕していく、使えていくというところがオンラインだとなかなか難しいということですかね。ありがとうございます。島先生いかがですか。やっぱり先生も対面の礼拝の方が お好きなタイプだとは思うんですけれども、本当に早くこの時を乗り越えて対面の礼拝の日がね、また復帰しないかな、復活しないかなと強く思ってるんですが、ヘブル人への手紙、非常に有名な御言葉ですけど、10章の24節から、互いに愛と善行に励むように心がけ、ある人たちの習慣に倣って集会を怠ったりせず、むしろ励まし合いましょう、かの日が近づいているのをあなた方は知っているのですから、ますます励まし合おうではありませんか。かの日が近づいているのを知っているんだから、ますます集まって集会をやめることをしないで集まって励まし合おうっていう、この言葉は、ね、もう今の時代に本当に必要なメッセージかなというふうに感じています。ありがとうございます。そうすると先生方、皆様、オンラインでの礼拝はじゃあ一時的なものであるっていうのが望ましいっていう感じですか、ね。そうですね、多分これからも併用されていくだろうなと思います、で、ある人たちはもう教会に集まるのがいろんな意味で面倒くさい、体力的にも大変、もう人間関係も気楽でオンラインの方がいいやっていう方々もいらっしゃるかもしれないけれども、礼拝の本質はやっぱり行動の礼拝、共に集まる、そして神様を共に、賛美し、神様に祈り、神様を、礼拝する、褒めたたえるっていうのが本来の礼拝の形だと思うんですね。でそこにやはり帰っていかなきゃいけない。なるほど。で天国に行ったら多分オンライン礼拝はないと思います、ないですね。でそこに神様を直に礼拝することの喜びの方がはるかに大きい、しかも救われた者同士が神様を礼拝するっていう、その喜びの体験をやっぱりこの地上から始めていかなきゃいけないんじゃないかなと私は思っています。そうですか、はい、ありがとうございます。ではやはり選択肢の一つとしてオンラインがあるというわけではなくて、選択肢と最終的にはもう対面というところがやはり目指すところで、そうですね、ということになりますかね。多分続くとは思うんですが、本来はそうじゃないんじゃないかなと思いますね。いかがですか、井上先生。そうですね、まあ、今先生もおっしゃってましたけどもね、もう本当に行きたいんだけども行けないっていうご高齢の方とか、そういう方にとってはやっぱりオンラインというオプションは必要ですし、それは続けて行くことは求められるのかなと思いますけれども、
そうですね。でも同時にやはりこう、今おっしゃったもう集まることの同じ空間で共に礼拝することの、意味とか、やっぱりそして教会はやっぱりそのことの喜びっていうものをまたさらにね深めていく必要もあるのかなと、いうふうに感じています。なるほど。はい。ありがとうございます。じゃあそのことを少し考えるまたきっかけになってきているっていうことですね、ありがとうございます。はい。では。今ですね、杉先生から主にですね話題として出たと思うんですけれども、やはり足を洗うっていうところで、聞くだけではなくて実際行動に移していくっていうことですね、で言葉御言葉を聞いてそれを実行していくっていうことも考えていかなきゃいけないっていうところだと思うんですけれども、ちょっと先生方にまたですね伺いたいのは、さまざまな課題がある中で、御言葉に従って生きるということが少し難しくなってきていますと、いう中でですね、では、先生方の個人的な体験からあるいはまた聖書からですね、聖書に従って生きるということの、喜び祝福ですね、あるいは困難さというところを、少し伺っていければなと思います。ここは杉先生からいかがですか。少し今までの質問と重なる部分もあるんですけれども、私はですね本当に神様の不思議なお導きの中で一般社会で30年強働きながら神様の信に守られてですね信仰を続けることができました。その中で一番私自身がそのクリスチャンアドベンチストとしてのアイデンティティを保つことができる祝福でもありチャレンジだったことがやはり安息日の過ごし方なんですね。で、世界中に多くのアドベンチストがいる中で本当に安息日を守っていくことに対するチャレンジであり、人によっては本当に命をかけて守っていくこの重大さを目の当たりするにするに中でですね、これは安息日というところは必ずしも我々に自由な選択肢があるから安息日が守れるとかそういうことではなく、本当に私たちがこの世の中この世で最後生きていくために私たちが本当に礼拝していく、安息日に礼拝をしていくという、ことを選択する難しさと、一方でそれを選択した時の祝福っていうんですかね、安息日に教会に行って仲間と共に賛美をする、祈る、でまた別れていく、この、祝福とチャレンジっていうのはやはり私たち最後の、残りの、民としてのですねアイデンティティでいうとやはり私は生命線なのかなっていう感じはしています。本当に戒めだけではなくその祝福というところについてもですね、もっともっと、焦点を当てていってもいいんではないかな、そんなふうに感じました。ありがとうございます。御言葉に従って生きるということがアドベンチストにとっては安息日を守るというところに一つ、結晶化されていくというか、そこで、いろんな体験ができるということかなと思いました。ありがとうございます。今先生いかがですかね。この、聞くだけではなくて実際に生活の中で御言葉に従っていくということに関してですね、安息日のことでも、そうですね、最初のところ申し上げましたけど、やっぱり御言葉っていうのは私たちのうちにこう、私たちのうちにこう蓄積されて、そしてその、時々に応じて私たちの中でですね思い起こさせていただけるものじゃないですか。ですから
私たちはもう読み続ける必要がありますし、そして語り続ける必要っていうのが あるんだろうっていうふうに思うんですね。まあ、ちょっと質問のご趣旨からはそれてしまうかもしれないんですけど、先ほど先生が言ったクライストかクライシスかみたいな感じでですね、なんていうんですか、このいわば危機感を煽ってですね、危機だ危機だ大変なんだっていうのはですね、やっぱり限界があると思うんですよ。やっぱりいつまでも永続するものはやっぱり神様から確かにこう語りかけを聞いた、御言葉をいただいた、神様に導いて、いただいたということで、最近読んだ本の中でですね、これはもう本当に一般の本なんですけれども、この中ではこのカトリック教会の組織について、カトリック教会の本質は何かって言ったら、再臨の遅延っていう現実の中で、再臨抜きの教理体系、そして再臨が来なくても耐えられる教会組織をこの地上に、作ろうとしたのがカトリックの本質じゃないかということを論じていて、一方キリスト教の歴史の中で再臨運動というのはたびたび起こってきたけれども、20年以上続いた再臨運動というのはほとんどないと。ましてや100年超えてですね、なお拡大を続ける再臨運動なんてのは歴史上あった試しがないわけです。でそのことを指摘してまして、私それ読んだ時にですね、これ今の時代にこのセブンス・アドベンティストっていうこの現象、これはやっぱり神様が起こされた特別のことなんだって感じたんですね。で私たちはやっぱり何て言うんですか、神様から与えられたこの再臨、イエス様が再びいらっしゃるっていう希望をもうしっかり胸に抱いて、それをある意味子供のように信じながら生きていくっていうことが、これがしなきゃいけないっていうよりも、これが祝福として私たちに与えられてる生き方なんだなっていうふうに、思いました。ありがとうございます。やっぱりこうそれだけ長く続くというのは、やはりそのクライシスですね、危機ではなくてクライストを掲げるということをアドベンティストが し続けてきているからっていう、そうだと思いますし、もう一言付け加えて言えば、やっぱりエレン・ホワイトを通してなされた神様の導きって大きかったと思うんですよ。やっぱりエレン・ホワイトの本を読んでると、そこら辺のところ見事にバランスが取れてる部分があると思うんですね。再臨をもう明日にでも望みながら、なお医療機関や教育機関を作っていったわけじゃないですか。ここら辺は本当に神様の導きに感謝します。ありがとうございます。何か寄せ人になれというメッセージではなくってことですよね。ありがとうございます。はい、島田先生いかがですか。御言葉に従って生きるというところについて、教会にとって、共通の与えられた御言葉は、大宣教命令、行って全ての国民を私の弟子にしなさいっていうキリストの命令だと思うんですね。でそのために私たちの教会はもちろん教会を中心に医療機関を持ち、学校を持ち、でもこの医療機関もそしてまた学校も経営するのが非常に困難な時代が今やってきてるわけですよね。学校について言えばもう本当に少子化の中で生徒学生を集めるのが大変で、常識的に考えればこのままこの期間を維持するのは難しいだろうとなるわけですけど、でも一方でキリストは行けって全ての国民を私の弟子にしなさいって、で非クリスチャン、ノンクリスチャンの方々をキリストの弟子にする方法としてやっぱり有効なのが教育機関だと僕は信じてるんですけれども、これを続けることでさえ、違うな、つけることはね、教会の中でさえ難しい。反対は世間にあるんじゃなくて教会のうちにあるってことはしばしばある。昔ね、カナンの国入るかどうかって神様は行け、10人の石膏が送られた、12人、ところが10人はダメだっていうわけですよ。かなうわけがないって、2人だけですよ、行けって、行こうって言ったのは、これはもう今でもある。でその10人が悪いって言ってるわけではないんですが、御言葉を実行することの困難さっていうのは必ずしもこの世にあるのではなくて教会の中にでさえある。
でそれはもうみんなが善意の中で信仰の中でそういうことは論じられていくんだけれども、本当に一人一人の確固たる信仰、神様との関係っていうのが今問われているような、そんな気がします。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは先生方、ありがとうございました。何かあっという間という感じが私はしてしまうんですけれども、いくつかの質問にですね答えていただいて本当に感謝いたします。そうですね、最後に、締めくくりでですね、お一人お一人からまた、もう十分話したという先生方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、終わりにですね一言いただければと思います。では杉先生からよろしいですか。はい、今島田先生からも教育の大切さ熱く語っていただいてですね、私も励まされましたけれども、やはり私たちのこの機関、医療機関であったり教育機関であったり、今ここがまさにミッションフィールドになってきてるっていうことなんですね。だから我々は今までは2世3世、まあ要はすでに聖書を知っている人にを指導者として育てていく、こういうビジョンを漠然と私なんか抱いてたんですけど、今はまさにこの教育の現場であり医療機関において本当に、そこがミッションフィールドになっている、まさにここで、与えられている生徒であり学生であり教職員であったり、こういう人たち、また医療従事者であり、患者さんであったり、こういう人たちにメッセージを伝えていく、そういう意味で言うとですね、まだまだ残された役割がたくさんあるなと、そんなふうに感じました。ありがとうございました。ありがとうございます。稲田先生、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。最初にですね、これこういう質問をって見せられた時、難しいな、これどうなるんだと思ってたんですけれども、まあ長谷川先生の司会が良かったんでしょうか。まあいや、それだけじゃなくね、聖霊が導いてくださったと思うんですけど、本当に楽しくですね、このディスカッションに参加させていただいて、感謝しております。ありがとうございます。ありがとうございます。では島先生お願いします。はい、セブンスアドベンチスト教会は、まあ、残りの教会って言われていて、残りの教会の特徴は神の戒めを守り、神の戒めを守り、そしてイエスの証を持っていると。で、まあ、従来神の戒めっていうのは10回を守ってるんだと。でイエスの証を持っているというのは予言の霊を持ってるんだと、まあ、いうふうに解釈してきましたので、間違いではないと思います。ただ黙示録を書いたヨハネはその手紙の中にですね、神の戒めというのは互いに愛し合うことだって書いてますよね。そして、イエスの証というのはイエスだけが永遠の命を持っているんだと、でこのイエスにつながったものだけが永遠の命を持つんだと書いてます。でそういう意味ではね、本当に私たちの教会が互いに愛し合って本当に命を持っているイエスキリストをしっかりと自分のものとして、このイエス・キリストを証ししていく教会になっていくこと、これがアドベンチストとして、セブンスアドベンチストとして最後に本当に高く十字架のキリストを掲げながら、前進していかなければならない、その原動力としての、まあ、残りの民から、ね、ちょっと言葉がめちゃくちゃですけれども、残りの民として、まあ、このことを、ね、原動力としていく必要があるんじゃないかなというふうに思っています。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。最初にいろいろな危機がありますということをお話しして、でお話の先生方のお話の中にも危機という言葉はたくさん出てきたんですけれども、でも、まあ、外側で何が起きているかということももちろん目を向けつつ、でも自分の信仰生活しっかりと聖書を読んで、証の文を読んで、また祈りと奉仕を通して、コツコツとやっていくというところが大切なのかなということを感じました。ありがとうございます。では最後の祈りを稲田先生お願いしてよろしいでしょうか。はい、お祈りいたします。天の父なる神様、共に祈る会、15周年記念のこの大会において、この日本におけるチームが、こうして、パネルディスカッションを行えたことを心から感謝いたします。あなたが御霊をもって導いてくださり、まあ、それぞれの経験また学びから、
豊かに分かち合い、そしてあなたの身旨を共に探ることができました。このパネルディスカッションに参加し聞いてくださったお一人お一人をどうぞあなたが祝福してください。引き続きまたこの大会をあなたが祝福してくださって、韓国や日本あるいはアメリカその他の各地において参加している兄弟姉妹たちを等しく祝福してください。この祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。では先生方ありがとうございました。ありがとうございました。ご覧いただいた皆様もありがとうございます。皆様の天国までの歩み神様に祝福されますようにお祈りしています。